クリッポン、お疲れ、かわいい、ありがとう。ホリーちゃん、かわいい、ありがとう。ニーサイジーさん、ハート、ありがとう。ナビチ、お疲れ、ありがとう。富士山欲しい、ナビチ、お疲れ、ありがとう。ぶっちゃん、かわいい、ありがとう。今日もリリーベ、体調大丈夫？ちょっと疲れた最近さ、寝るときさ、なんかすごい何時間も寝るようにしてるの、たくさんね。なんだけど、なんかね、ずっと夢を見てて、すごいずっと浅い睡眠みたいなのが続いちゃってるの。だからちょっと悩みなの、それが。なんかずっとうすら起きてるみたいな、がずっと続いてて。ピッポン花火ありがとう。スピナーさん、花火塾ありがとう。クボズンさん、花火ありがとう。ナビチキン魚ありがとう。キノチーお疲れありがとう。マグロさん、花火ありがとう。そう、ずっと起きてる、うすら起きてるみたい。ちょっと声かけられただけで起きちゃうみたいな状態がすごいね、続いてる気がして、なんかあんまり、ちゃんと10時間ぐらい寝ても、疲れてるなーって感じなんだよな。カフェイン取ってないよ、全然全然取ってない。やばい、見えない、見えないやつだ、見たい。どうなった？花火上がってるの今。あら、今日の安藤さん、ありがとうございます。いつも、いつも花火上げてくれたの。すごい、ありがとうございます。安藤さん、すいません、ありがとうございます。安藤さんはアイドルのプロデューサーの方なんですよ。ありがとうございます。クリッパーさん、いいね、ありがとう。ありがとうございます。いや、眠気はすごいある、ずっと眠いよ。ハクションで、そう、ずっとさっきからムズムズしてハクションが出そう。あ、来る。今日最近ハマってる目の下のキラキラと、このリボンバレッタのハーフツイン、お気に入りすぎて2日連続しちゃった。若作りしすぎかな。大崎で終点に見舞われたので、どこかに遊びに、タクシーでお家に帰ってください。ちーさん、かわいい、ありがとう。かわいい、ハーツイン、かわいい。気持ちいい、かわいい、ありがとう。クリッパーさん、かわいい、ありがとう。ラルマ、かわいい、ありがとう。ラビチ、かわいい、ありがとう。
なんか最近ちょっとずつなんかそのバトル見てきたよって言ってくれる人とかも増えてきて、今日とかもいたし昨日もいたのかな。トシさん結婚してありがとう。あ、すごく嬉しいです。なんか正社員さんからはラップのファンはアイドル現場には来ないよって、過去のねアイドルやっててラバトルに出てる人たちは結構そういうパターンが多かったみたいな感じで聞いてたから、まあ、私もそうなのかなって思ってたんですけど、結構こっちのピムスの方の現場にも来てくれる人が増えてね、すごく嬉しい。今日は残念ながら行けなかった。でもオンラインありがとう。ゴリさん花火ありがとう。そう、アイリーちゃんズ増やしてこうって感じだよね。なんかもっと言いたいことあった気がしたんだけど忘れちゃった。なんだっけ、あれ忘れちゃった。あれなんだっけ、あ、オリコンウィークリーランキング、オリコンウィークリー違うウィークリーじゃないウィークリーにしちゃった勝手に。オリコンデイリーランキング1位ゲット、ありがとう。イエーイ、すげえ嬉しい。コゲさんブラボーありがとう。シーさんパチパチありがとう。こんばんは、試験さんよかったらフォローしてね。キムチさんパチパチありがとう。そう、ナメチパチパチありがとう。すごい9位になったランキング、嬉しい。ピンポさんありがとう。なんかギャル味がある。ほんとギャルっぽい。そう、なんかお祝いしたの、え、自分みんなで。今日はリリーベだったから終わるの遅かったからな。まあでも目標はウィークリーランキングだからってことだよね。すごくみんなのおかげだなって思います。ほんとにありがとう。キノジー花火ありがとう。ゆうゆうのないゆちゃんぽありがとう。なんかさいね、ひなっぴさん花火ありがとう。スペースゴーさん花束ありがとう。そう、もっともっとアイリちゃんズが増えるといいなって思うし、もう生誕祭で今やってる私のファンの人でオークレストとか埋められちゃうくらいアイリちゃんズが増えればいいなと思います。頑張ります。だからランキングはリリーベ終わってからじゃない？今日松葉してきたの。だからまつげギャンギャン上がってたの。やっと行けた。まつげギャンギャンに上がってるでしょ。本当はネイルもねすごい伸びちゃって汚くなっちゃってるからさ、変えたかったんだけどネイリストの方がコロナになっちゃったらしくて変えれなかった。仕方ないけどちょっと落ち込んだ。だからまつげだけ上げてきた。でもギャンギャンでしょ。やっぱ松葉は最高だね。
翼行こう。眠い。もうなんかそう、あのね、一気に疲れを吹き飛ばしたい。そういうあれあればいいのにね。なんかチートな薬みたいな、全回復みたいな。クリーパーさん、かわいい、ありがとう。めっちゃ寝てるんだけど、ギリギリまで寝るようにしてるんよ。それでも来れないん。断ち切って。寝ちゃう。最近疲れてショールームできなかったの、ごめんね。明日の対バンかますか。明日来てくれる人いるのかにゃ。いる二人、仕事頑張ってね。明日はまゆちゃんとあおりを挑戦するかって話してます。この仕事は全部ずらしました。ありがとう。そう、なんかそのあの前のね、対戦の時のピムスの動画を見ると、あのすごい煽りが上手だなって思うんですよね。まあそのでも私多分煽り下手なんですけど、でも下手だからって言って やらないのは違うのかなって思うので、でまゆちゃんはすごく上手だから一緒に協力してなんか楽しいライブをできるようになりたいねって話してて、すごい前の対戦のピムさん煽りがとても上手だから、なんかライブ見てて楽しいだろうなって思うし、みんなも自然に盛り上げられる、盛り上がるように、なんか楽しい、見てて楽しいって思ってもらえるような気がするから。なんか止まっちゃってた、熱い話したら止まっちゃってた。あ、なんか花火見えた。今花火なんか追加された、ここに出た。止まった後あれしたら嬉しい。見えるようになったのかな、今の瞬間で。めっちゃ熱い話してたのに、一人で聞いてほしかったわ。めっちゃ熱い話してた一人で。
めちゃめちゃ熱い話。なんか最近気、まあ、前からずっと気になってるんだけど、私のさ歯ってなんかさ斜めだよね。わかる？この崖みたいじゃない？わかる？この斜め、なんでこの私の歯斜めってんの？すごい気になるんだけど最近。いや前から気になってるけど、すごいなんかふんってなってるよね。やだ。じゃあもう一回話すね。だから私とまえちゃんは最近すごく熱い話をしてんのね。ライブのパフォーマンスをこうしたい、ああしたいみたいな、すごく話してる。熱い話をしてる。ダンスをもっと揃えたいよねって。でもなんかダンス揃えるってみんなが揃えようと思わないと揃わないから、そのまずはまゆちゃんと2人で私たちでそのもっとこうやったらうまく踊れるよねとか考えようってなって、そうライトのライトマイファイアの踊り方を2人で研究したりしてるのね。そうあとはその煽りをもっと頑張りたいよねって話してて、そうなんか前のあまゆちゃんだそう前の体勢のビムスはすごい煽りが上手だなって私はライブ映像を何回見ても思うのね。だからそう、ね、あ絶対ああいう風な上手な煽りができたら見てても楽しいと思うし、今声出しはできないから同じようにはできないかも。声出せとか言えないじゃん。もっと声聞かせてとかは言えないから、すごい幅が狭いから特に難しいと思うんだけど、そうそう舞ちゃんの煽りはめっちゃうまいから、でもっともっとそれを進化させたらいいよねって思ってて、うん、私は絶対下手だから、でも下手なまま終わりたくないから、私以前の体勢の映像結構見るよ。結構見るガチで。でもさ何回見ても飽きないんだよ前の体勢の映像。もちろん今の体勢のやつもすごい見てるんだけど、いろいろ頑張りたいよねって話を2人よくしてます。一緒にだからみんなもなんかこうやったらもっと良くなると思うよとか思うとこあったら教えてね。かゆい、首のアトピーやばい。ペーパーさんいいね、ありがとう。なんか私ずっと思ってるんだけどさ、なんかずるいよずるいねみたいな曲欲しい、ビムスに。こう私のただの要望だと思うんだけどさ、そういうちょっとしっとりした失恋ソングバラード曲みたいな、めっちゃ欲しいの私。ビムスみんな歌うまいから絶対いい、よくいい仕上がりになる気がするんだよね。絶対良くない？冬とかに。ズルズル大好きだからさ、
バラード、でもさ、グッドボーイグッドガールは若干バラードじゃない？ああいうちょっとしっとりした失恋ソングみたいなあったらいいのになって思います。私は、だから私がもっと曲作る才能が開花したら、そういう曲をピムスに作るっていう目標もできた。まず自分の曲どうにかしろよって感じなんですけど、自分の曲が順調にできるようになって、曲作りのノウハウを覚えてきたら、いつかそういうこともできたらいいなと思います。何でも屋さんだからね私は。寝る。ありがとう、みんな付き合ってくれて。おやすみ。純喜、13位よっちさん、ありがとう。12位たろいもさん、ありがとう。11位ひなっぴさん、ありがとう。10位まぼろしさん、ありがとう。9位くぼずんさん、ありがとう。8位ラルムさん、ありがとう。7位ファイナルさん、ありがとう。6位きのじいさん、ありがとう。5位なべさん、なべさん、ありがとう。4位くりぽんさん、ありがとう。3位スピードさん、ありがとう。2位おこげさんさん、ありがとう。1位今日の安藤さん、ありがとうございました。本当に今日は一日ありがとう。またね、バイバイ。おやすみ。